僕みたいな人も結構たくさんいてね、まあ、ライブが好きでね、なんか置き場所でなんか置いてる、であとほったらかしっていう人結構いてね、でたまたまそういうの人、要するに音質がどうのとかね、そういう問題じゃないんですよ。ビデオで撮ったやつアップしたりねしてる方いますから。で、その音質うんぬんじゃなくて、もしその会場にいたならばどう聞こえただろうっていう聞き方をすると、あ、これいいじゃないって、しかもライブでしょ、でどっかのね、どこかしこの間違いなんかね、もう何するものぞですよ。このアレンジいいな、あ、この人のボーカルいい、あ、このコーラスいい、あ、ここ緊張してんだろうな、あ、このギターのフレーズいいなって思って、で、それでありがとうございましたって心の中で手を合わせて去っていくんです。だけどね、時々、なんか、あ、これ僕もね、本当にこだわってた曲なんだなんていうのがあった時に、思わずね、本当に思わずこれいいですよねって、僕もカバーしたことありますけど、まあ、わかんないけど、なんか書くときあるんですよ。で、書いたときにね、じゃあレッスンを求めるかって、別に求めてるわけじゃないんです。自分がね、書きたくて、で、ほとばしる気持ちをそこでちょこっとね、記したいがためにこうやったから、どこでね、なんていうチャンネルの、なんていう方にね、そのコメントを残したかって、はっきり言ってもう覚えてないですよ、何日かすると。で、ちょっと面白いのがね、今はちょっとそういう制度ないんでしょうけど、昔はね、何年か前は、なんかこうコメントが入ったり、レスが来たりすると、なんかこう登録のアドレスにお知らせが来た時があったじゃないですか。そういう時があったんですよ。で、それでね、この人誰だろうって、覚えがないなっていう人からのね、コメントとかレスかな、来てたんですよ。で、それはね、僕が例えば7、8ヶ月前にね、思わずこう、あ、このオリジナルだったかな、あ、このオリジナルいいなって、すごくいいですねって。それ以上書いてないんですよ、ごちゃごちゃね。いいなって思ったのを本当にポッと書いただけなんです。いいですねって、臨場感、空気伝わってきますねみたいな。で、そしたらね、大体その20ヶ月前のやつが今になってね、なんというか、ありがとうございますって、楽しいですよねみたいに来て1行来たんですよね。で、あ、この人っていいかもって、 なんていうんですかね、表現って難しいな、いいかもって感じちゃったんですよ。8ヶ月ですよ。で、気がつかずにすみませんでしたとかね、そんな言葉は僕は求めてないし、で、そもそもレッスン求めて書いたわけじゃないし、まして自分がコメントしたんだから自分のところにも来てねっていう意味で、こうコメントをしたことなんかかつて一度もないです。僕は前にも言いましたけど、TSUTAYAからね CD 借りた時に感想文付きで返すの変だと思ってるんですよ。で、つまらない CD だったらそのまま返しちゃいます、まあ、正直申し上げて、で、ちょっとかなって止めちゃう時ありますよ。皆さんもあるんじゃないですか。で、そこでもね、お中元お歳暮年賀状とは言いませんが、やっぱりネットとはいえね、お付き合いがあるんであれば、そこで一言ね、聞きましたよとか、何かこう褒めるところを探して書いてあげるっていうのも、それも思いやりと優しさだと思うんですよ。ただ僕はそういう思いやりと優しさよりも、自分がね好きでやりたい音楽のわがままさを優先してるだけの話ですから、まあ、正直ピンとこなかったら止めちゃいます。そしていいなと思ったらもう一回聞こうと思ったり、あ、これいいなっていうのもあるんですよ。でもね、その人にとってはね、例えば僕がね、空が2回も3回もね聞いてるなんて夢にも思わないでしょうね。だって僕コメント残してないんだから。で、コメントを残すと、あ、ソラさんが来てくれた、で、いつも来てくれる人だから自分も行かなきゃ。それがまあ、YouTube っていうものにね関して僕は前に感じたいわゆるお付き合いなのかもしれないですね。でもね、それこの僕はライト、すごく極めてライトユーザーですから、そうじゃない部分の方たちとのね、まあ、コミュニケーションというほどでもない、のがあって、結構パーソナルになったりすることがあったんですけど、もう10年ぐらい前ですかね、10年ぐらい前というか、相当前からやってらっしゃる方なんかがね、僕はあまりどこ行っても僕のコメント見かけないのと、あと、まあ、いい歌を歌ってるって感じてくれたのかもしれないですけど、まあ、そこでね、なんかいろんなことをこういろんなメッセージくれた方もいますよ。まあ、その中にはね、まあ、総じていろんな方のやつをね、総合して感じたのは、まあ、2つ感じたんです。1つはね、トラブルがねやっぱあるんだなと、まあ、僕最近こうね、最近というかもう数ヶ月もね、自分がアップするときはほとんど見ないですからね、ごく親しいところに行って、
で、この人これアップしたんだなってやると思ってたけど、いいカバーちゃんとか、あ、ここ惜しいなギターななんてごちゃごちゃね、あの脳書き書いたりすることを除けば、まず黙って聞くだけですよ、行くときはね。だけども、だから最近の話じゃないですけど、どこに行ってもね、必ずいらっしゃる方っていますよね。必ずね、コメントにも1番2番を争うようにね来てる方がね、大体こう5、6人いるんですよ。で、なんていうか他のところにね、ちょっと行くじゃないですか。で、まあ、お知らせがうぬんとかそういうの分かんないんですけど、まあ、たまたまね、自分の関連が出てきたりすると、あ、なんだろう、この人カバーしてんのかなと思って、そういう形で、ネットサーフィンじゃないけど行くわけですよ。そしたら必ずまたいるんですよ。で、なんていうか、まあ、コメントが好きなのかな、それともそういう言葉を残すことが礼儀だというふうにそういう価値観を持ってらっしゃるのかな、ちょっとそれは分かんないですけども、とにかくどこに行っても見かける方っていますよね。僕は不思議なんですけどね、もちろんね、まあ、それが仕事であり家事でありいろいろあると思うんですよ。で、そういう中でそれだけの膨大な時間をね、まあ、膨大な時間だと思うんですよ僕。一つのコメントするのに大体僕15分ぐらいかかりますよ、聞いて。で、あ、終わっちゃったと思って、でもう一回こう聞いて、で、こう書いてる最中にね、うまい言葉が見つからなかったり、で僕大体見直ししないから誤字脱字誤変換はね、もうたくさんあるんですけど、あえてしないんです。なんとかね、立派なね、遂行された文章を送るよりは、たとえ間違いがあろうとなんてあろうと、その時のパッションをそのまま送るっていうのは僕は正直だと思ってるから、あ、空は誤字が脱字誤変換多いやつだって、うん、それでいいと思います。でもそこにはね、僕心だけはちゃんとね、誤変換してませんから、残してる時はね。で、そんなに時間がかかるのね、1時間でそうすると4通でしょ。で、それをね、どこあれだけこうできるのかなって、まあ、正直言うとね、本当に聞いてあげてるのかなって思っちゃう時もあります。で、最近ね聞いた話って、冒頭に言ったのは、本当なのかどうかちょっと分かんないですけども、なんか数ヶ月前にね、まあ、300回だか301回っていうのは一つのラインで、まあ、これもパートナーシップ、広告のねパートナーシップの関係らしいんですけど、まあクリックすればね、どんどん回数がいくらしいですよ。だけど301回までいくと、再生時間とそれからそのクリック回数でね、で実際に、まあ、早い話がちゃんと聞いてないでいった301回がちゃんと聞いた301回になるまでは動かないそうですね。で、そこからやっと動き出すって、まあ、そういう制度になったっていうのはちょっと耳にしたことなんです。まあ直接はその広告パートナーシップの収益を得る人たちに対しての、まあ、正当な報酬還元のね趣旨制度だと思うんですよ。で、それがね、最近はね、まあ、実験をねこうしたわけじゃないんですけど、1回目からね、ちゃんとこう聞かないと、まあ、そもそもね、カウントされないんだそうですよ。だからね、この間というかつい最近なんだけど、たまたま横にね、関連で出てきたとこ見たらね、コメントがね、レスっていうのかな、要するに誰かコメントいただいてそれに対してお返事書くじゃないですか、まあ、それ両方合わせてカウントされてるんでしょ、あれなんか30何通とかね。で、再生回数がね、そのコメント数より少ないんですよ。そんなこと絶対ありえないですよね、今までの感覚からいくと。クリックしただけでいっちゃうんだから、かつてはね。だから僕そこで感じたのは、まあ、そうは言っても30何人がそこでね、コメントしてるってことは30何回聞いてるでしょう。だから聞いてるんだから、せめて同じ数でなければ変じゃないのかなって思いつつ、そこで知ったのが、結局コメント慣れしてる方っていうのは、まあ、僕みたいにもたもたしたあれと、ね、やってるうちに次の画像に変わっちゃったとか、そういうのじゃなくて消えちゃったとかね、そうじゃなくて、サラサラっと書いて終わっちゃうんですね。まあ、笑い話っていうのか分かんないですけどね、僕の音楽仲間でね、こういうのがあったんですよ。まあ、言っちゃっていいのかな、まあ、誰ってわけじゃないですけど、ね、ギター一本でよくやってらっしゃるユーザーさんがいて、結構いい弾き語りするんですよ。だけどやっぱりギター一本のね、あれはいいですねってこうわっと書いてあったわけですよ。でもね、まあ、説明文にも確か書いてあった気がするんだけど、ギター一本じゃなくて珍しくね、多重録音してギターと
そして最後の方だけコーラスを重ねてたんですその時ね。で、まあ、その方が言うには絶対あの人ね絶対最後まで聞いてくれてなかったって。触りだけ聞いて、でもしくは前後のコメントでも見てねサラサラっと要領よく書いたんじゃないのって言ってましたよ。で、まあ、その人もねもちろんね時間の関係そういうことをしちゃったことあるのかもしれないし、うん、でそこはね僕はもう吹き出してしまいましたね本当に。なんていうかなんていうかねまあ、お願いっていうとね差し出がましいんですけどネットコミュニケーションを楽しむんであればねとてもそれは素晴らしいことだと思いますけどせめてね自分の好みかどうか聞いてみなきゃまずわからないし聞いてあげてほしいですよね。ちゃんと聞いてあげてほしいです。そしてただただね、まあ、これはまあ僕のもう独りよがりのお願いかもしれないですけどただただ絶賛するだけじゃなくてここがこうだったらもっとどうだったねっていうのがあったりすると例えば僕なんかはそれ嬉しいし、うん、今歌も歌わずにねもうかれこれ1時間も経って、しまってますね、うん、なんでこんな話になっちゃったかよく分かんないんですけどねじゃあ、いきますね。ビルの影を青く映した銀色の氷のリンクにクリスマスキャロルが流れるトワイライトまだ好きと急に見上げたね昨日ついた君のカード謎かけるように思い出の夏の写真さ Last Christmas Eve for you 本当に好きな人と最後のWas Christmas Eve for two キャンドル消して君は忘れられない夜になると背中で髪を解いた夜空鈴の音だね粉雪が静かに降りてく細い指は窓辺にかざし大切にすると泣いてたね君が夏に見てた夢に今答えをくれない僕が悲しかったのさ That's a sweet memory 君のドレスにさざみ光るシャンペングラス左手に踊ろうHadaka no mama no kotoba Ite kure yo Boku wo kizutsukeru koto Kowagarazu ni Last Christmas Eve for you Honto ni suki na hito to Saigo no hito to したいと言ったね Your answer so silent night この夜長ける頃大人のドレス着替えると知ってたよ
sorry babe. Last Christmas Eve for you, 小さな影が街に増えてゆくまで、窓辺でそっと見てる。Was Christmas Eve for two? 新しいそのドレス、とても似合うね。眩しさに目を細め、So Merry Christmas to you.最後のホーリーナイト、杉山京隆さんですね。うん、この歌ね、もうほとんど毎回歌ってますね。ほとんど毎回歌ってる。そして、これもね、よく歌う曲です。ロードショー、ロードショー。好きな歌をね、歌うって幸せですよね。僕だけ幸せなのかもしれないですけどね。そういえばね、先週はね、途中からミッキーマウスさんがね、乱入してきたおかげでね、なんだかよくわけのわからない形になりましたけども、今日はね、今日で、ね、なんて言うんでしょう、こう特にこれといったテーマもなく、拡散、スケさん、何を言ってんですかね。水戸黄門ってそういえばね、あれものすごい長い間続いてますね、スケさん、カクさんね。僕ね、水戸黄門とね、ウルトラマンってね、なんか妙に共通項を感じるんですよ。またこんなこと言っちゃいけないんですけどもね、最初からね、印籠を出してればね、揉め事も起きずに済んだんでしょうけど、それだとね、視聴者にとって面白くないドラマ展開になってしまう。まあドラマの脚本書けないですもんね。だから、まあ、しょうがないんですよ。でもウルトラマンもそうなんですよね。怪獣がね、こう現れてね、でこう変身してね、でこうやっつけるわけでしょ。でその前にね、一通り人間が戦うんですよ。水戸黄門もそうですよね。一通り戦って、でピンチになったりで、まあそろそろかなっていう時に出すんですね。で何が共通項かっていうとですね、日本人のね、特にこの昔の日本人っていうのは、自分たちの力を超えた絶対的な存在っていうものをね、まあ僕はイデオロギーで歌は歌わないって前も言いましたので、あまりこう例えば政治の顔をする、そういった話はしませんが、絶対的な力っていうものをね、割と日本人って求めるんですよ。例えば、新興国であるね、比較的大国でありながら、このイギリスからのね、独立をしたアメリカなんかは、どっちかというと、まあ、よし悪しはともかくですね、自分たちでね、自分たちで権利を勝ち取り、そして、時の圧政者を追い出したり、時代というものをね、自分たちの手で作ってきたっていう歴史的な、ね、印象が僕にはあります。でもちろんね、日本だってそうなんですけども、水戸黄門とウルトラマンの話に戻ると、お役所さんがね、そこで悪大官を出してやったって言って、で後ろで何もすることのない水戸黄門がうんうんと、で助さん賀来さんと一緒にうんうんと、それじゃドラマにならないんですけどね。でウルトラマンにしてもね、人間が一生懸命人間の武器でやって、で街を荒らし、で人々を踏み潰そうとしているそのね、巨大怪獣を倒して、そして、この地球というかね、その危機を救った、ウルトラマンが変身するまでもなくうんうんと、そしたらね、 M78 星雲に安心して帰っていけるわけですよね。自分たちの力ではないんです。自分たちの力を超えた何かがね、必ず出てくる。それがね、悪いわけじゃないんですけども、なんかこうそういうものをね、結構感じるんですよね。
まあこれがロードショーと何の関係あるかというと全く関係ないんです。映画館のロビーであなたの笑顔を見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを、パンフレット持つ手が震える私の目の前通って、二人は腕組み赤い扉の中へ消えて行きました。ベルが鳴っています。私の愛を脅かすように明かり消えました。泣いてもいいと教えるように、忙しくて会えないあなたは電話でそう言ってました。私にごめんとすぐに謝ったのはこんなわけですか。冬の海を見せたい私の心に届いた絵はがき、あなたの後からついて行こうと決めて2年過ぎました。幕が閉まります。あなたの愛も終わりでしょうか。明かり灯ります。あなた私一人を映し出すように、映画館の外にはいつものざわめき、見慣れた街角、あなたと私に続く物語だけ今は大事です。はい、これはね、あの古時計というかなり昔のね、グループのねアーティストのナンバーなんですね。フル、ロードショー、この歌はね、まあ毎回言ってるんですけど、このね、映画館でね、自分がお付き合いしてた自分の恋人がね、他の女性と一緒にいるのを見ちゃったわけですよ。パンフレットを持つ手が震えて、そしてそれに気づかず、そのね自分の彼氏と、そしてどこかし、まあ、誰か知らない女性と映画館のね暗い会場に入っていって、そしてベルが鳴った、明かりが消えた、もう明かりが消えたよ、我慢しなくていいよ、泣いていいよって、そういうそれだけのね本当に単純なね、こうさっきね僕あの技巧を凝らしたしはそれは素晴らしいと思う反面、僕はねこの心の中でふっと湧き起こった、でそれをどう表現しようかじゃなくて、そのふっと湧き起こったそのまんまみたいなね、そういう印象を昔のね歌に受けるんですよ。
それがね、なんて言うんだろう、まあ、フォークソングって呼ばれてたジャンルがね当時あったと思うんですけど、今曲名がねポン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 出るわけじゃないんですけど、そういう歌を、ロードショーもねその一つだし、フキノトウってグループあったでしょ。であれもね、北海道出身の、ね、グループだと思います。僕があの中で特に好きなのがね、雨降り道玄坂とかね、初夏とかね、ああ初夏なんつってね、何なんですかね、いいですねとかね、まあ、初夏、初夏ってあれですよ、夏の初めね、まあ、分かってるっていう感じですかね。あとね、雨降り道玄坂でしょ、初夏、それからそう、重い僕の噛み方って普通じゃないですね。噛んだのをね無理に戻そうとするから多分こうなるんですよ。噛んだら諦めてね黙れっていうか、思い出通り雨っていうのがねあって、いいですよね。ごめんなさい、コードも変わらずにまた無謀なことをしようとしてましたけど、これ YouTube にねアップしてます。もうすごく手抜き的なね、あれで申し訳ないんですけど、まあ、もしね結構ね雨降り道玄坂いいんですよ。YouTube の中で雨降り道玄坂って YouTube ってスカイ空0412っていうところでねこれ見ていただくと、雨降り道玄坂ね、今の季節ですね、まさにね、道玄坂って渋谷でねあるんですけどね。はい、ね、それじゃあ次はね僕の曲で、ありがとうあなたっていう歌ですね、ホットレモンがほとんどアイスレモンになってしまいました。このねあ、そうだ、ちょっとねすみませんね、こうもう一つ禁断症状を抑えるために白い粉を、白い粉どこだ、白い粉、わからん、あった、ありました、白い粉この白い粉がねこの薬ってやつですね禁断症状、危ないことしてるわけじゃないですよ、龍角散ですよ。ちょっと、龍角散をね口に入れてふって吹くとふーっと粉が出てね、それが楽しくてね、大人げないですね僕ってね。自慢じゃないですけどね、結構大人げないんですよ。何を言ってるんだかね大人げないっていうのと人気、大人げ、なんか人気、大人げない、人気、まあいいや。ありがとうあなたっていうのはお袋がね、なんていうんですか、日記をね、まあ、死ぬ1年、まあ、8ヶ月ぐらい前から書き始めてて、最後のページにね、もう一度生まれ変わっても、で、まあ、また父と結婚して同じ子供を産みたいって、まあ、そういうことが書いてあったんですよ。で、まあ、ましてそれが発見されたのがね一周期でね、まあ、隠してたわけじゃないんでしょうけど、1年経ってから発見されたんですよ。あと、ありがとうあなたです。白い光に包まれて私は旅立つ、私を見送るあなたの拳は固く握られていた。
その唇はかすかに震えてる。閉じられた瞳の奥にぽつんと光が落ちた。もしも生まれ変わることができたら、私探すわ。もう一度あなたを、そしてあの子たちを私にそう伝えて、僕はありがとう、あなた、さようなら、ありがとう、あなた、さようなら。はい、ありがとうございました、ありがとう、あなたという歌です。でもね、歌っていうのはね、こうその時のね、このパッションがね、こう慣れてしまわないうちに一気に作らないとね、もうできないんですよね。できないんですよ。後から作ろうと思ったり、何ヶ月もかけてね作ろうと思って、で、まあ人それぞれ作り方は違うんだろうと思うんですけどもね、一つね、まあ、僕の僕自身に照らし合わせての話ですけども、例えばこれはね、30分ぐらいでできてくるんですよなんて書いてらっしゃる方がいるけど、うん、まあそうだろうなって僕なんかは思うわけですよ。だけどね、あまり曲を作った経験のない方なんかは、30分で作っちゃうんですか、すごいですねってびっくりするんですよ。僕に言わせるとね、3ヶ月かかりましたっていう方が、いや苦労したんですねって思いますよ。30分っていう時間はね、決して短くないですよ、一つの曲を作るのに、うん、そういう時間なんです。でね、なんて言うんだろう、このね、一気に、ジグソーパズルがね、バラバラになってパーッと巻かれたような感じの、そんな印象がね、僕の場合はあるんですよ。で、そのジグソーパズルをね、こう当てはめて行って、どんなのができるのかっていう作業がね、曲作り、まあこれ例え話ですから、あんまり肯定しすぎるとね、ちょっとあれなんですけど、なんか今思いついたイメージとしてはね、本当にこう、まあ、写真をばらまくようにジグソーパズルのピースをパッとばらまいて、でも一つ一つには確かに何かこう意味を持ってるピースがあるんですよ。そう言いながらね、今こう開いたページにね、言葉っていう曲が出てるんです。これはね、まず第一に高いということと、コードはね、大丈夫なんでしょうか。まあでも無謀な僕ですから思いっきり高いですこの曲ね。言葉
これはね、このハーモニカホルダーがちょっと邪魔ですね。ハーモニカがついてないのに、ハーモニカホルダーが、うん、そうだ、ハーモニカを使った曲をね、何かやろうと思ってて、いや忘れちゃったな。あ、そう、冒頭にね、ゆめ子って15歳ぐらいの時のね、曲やりましたけど、言葉っていう歌ね、これちょっとね、僕の歌のね、この下手なのはね、ちょっと置いといて、この詩をね、聞いていただけると嬉しいなって思います。まあ、ちょっと今日の気分のアレンジでいきますけどね。この世界で巡り会えたこと、奇跡じゃないから、少しでも明かりが灯せるなら、君だけに言葉捧げるよ。届けたい愛する君の心のポストに言葉を届けたい、捧げたい、失う前にこの胸に溢れている全てを捧げたい。恥ずかしさとか強がりはいらない、小さなプライドなんて脱ぎ捨てるから、この世界で奇跡じゃないから、ごめんねだとかありがとうとか、今君に積み重ねるよ。たとえ僕ら離れたとしても、絆は星でも明かりが灯せるなら、君だけに言葉捧げるよ。信じたい嫌気がさすほど汚れ切った世の中で、君だけ信じたい。何度傷つけて、それでも優しくて綺麗な色をした愛をくれるから、流れる時間が愛しいのは君のせい、大丈夫だとか頑張れとか、今この胸に突き刺すよ。笑い声も泣き叫ぶ声も忘れはしないよ。生まれ変わっても、言わないよさようならなんて、この世界で巡り会えたこと、奇跡じゃないから、ごめんねだとかありがとうとか、今君重ねるよ。たとえ僕ら離れたとしても、絆は消えない。
少しでも明かりが灯せるなら君だけに言葉捧げるよ。大切な君に捧げるよ。言葉という歌ですね。なんとまあ酸欠を誘う歌なんでしょうね。で、あのハーモニカをね、使った歌って、多分いつも歌ってる赤いノスタルジアとかね、セキベスとかね、片思いとかそういう歌なんだろうと思うんですけどもね。夜もね、更けてきたところで、まあ、僕も更けてきたところで、まあね、この言わずにおれないんですよ、この深夜に君の朝っていうのもどうかなと。横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の重さを洗おうとしてたどり着いた深い眠りを、別れようとする魂と出会おう心より体の方が確かめられると言うのか。いつもね、何度か歌ってるんです。ワンコーラスで終わっちゃうんですよ。というのはね、2コーラス目は覚えてないからなんですけどね。まあそれだけなんですよ。岸田聡さんのね、この歌はね、アルバムをね、昔持ってました。アマリリスとかね、黄昏って歌ありましたね。ちょっと今できないですけどね。枯れ果ちる。いいや、やめとこう。墓穴を掘る、バケツを持つ、そういう感じですからね。で、ですね、まあ、夢のかけらはね、先週歌ったし、そして赤いノスタルジャっていう歌もね、先週歌ったし、最近歌ってないので D のハーモニカっていうのがね、このあるんですよ。だけど、まあ、それはね、ちょっとこう言っといて、君のね、微笑みっていう歌がね、これ多分ね、僕ね先週はねノーカポで歌ったと思うんですよね。ノーカポ、カポをつけないでね。でもこの曲って多分2カポぐらいじゃないかと思うんです。そして2カポでやったはいいけども声が出ない可能性もあるんですね。しかしチャレンジャーですね。まあ、声が出ればいいとかそういう問題じゃないんですけど、なんていうか原曲でね歌った時のそのアーティストのね、そのキーで気持ちがどうのとまでは言わないんですけど、僕なんか妙にそこをねこだわっちゃって、さあ出るでしょうか、というかその前に歌詞が出るでしょうか。君の微笑み、雨の日の昼下がり、僕
らは巡り合い、二度目のデートの夜、恋に落ちたよ。やがて二人暮らし始め、まるで映画で見たような、お帰りとお休みの口づけの日々。でも君この頃ずっとこだまり込む、まるで夢から覚めたように、お願い「それだけ見ていたい僕さ」「僕の仕事ささやかな夢だけに支えられて」「何一つ約束もできないままで」「やが肩を寄せて帰り道」暗い横顔見てると、どうしていいのかわからなくなる。ねえしばらく離れて暮らそうか、それともやっぱり脳株でしたね。浜田省吾さんというのもね、ここまで高いあれじゃないですよ。これはそう、なんか僕勘違いしてたな。これはね、この路地裏の少年ですね。狭い部屋で仲間と夢へ
すぼめて何を片付けた路地裏で歌詞が混じってますね。一番のサビもなんか途中で終わっちゃった気がするんですけど、もう突然歌いました。このね、路地裏の少年っていう歌はね、懐かしい思い出があるんですよ。昔浜田省吾さんがね、日本青年館ホールっていうところで10日連続ぐらいね、あの調子さんとね2人でコンサートやったんですよ。で10日連続なんですけど、でそのうち僕3日ぐらい行ったんですけどね、1000円ぐらいだったのかな。ほとんどお客さんいなかったんですよ。前の方においでよって感じでね、で全部録音したんですよ。しかもね、あのでっかいラジカセ持ってね、これといったチェックもなくガシャッと録音して、まあそのあれがねどっかにあると貴重なんでしょうね。でも路地裏の少年をねこの2人でやったし、 でそれがね、どこだったかな、幕張メッセだったか、もう野外のねところをもういっぱいにするほどのビッグアーティストになって、で路地裏の少年をねこう歌って、やっぱりねこうなんかね、アーティストって大事そうなんですけど、こう年月が経ってくるとね、昔こう音符をね、なぞるように歌ってた歌がねだんだん崩して歌うんですよね。で崩しすぎてなんか歌えなくなっちゃっているようなねあのこともねあったりすると思うんですけど、でもね、いいと思うんですが、ほんのちょっと、は俺の原点なんですなんて言ってましたよ。で確かにそうだなと思った。本当にこうやってひーふーみーと数えられる程度の、ね、人しかこういない中で、ステージでね、いろんな心境だったろうと思いますよ。やっぱりね、アーティストっていうのはお客さんがねいっぱいいるとそれだけ熱くなって、で少ないとモチベーションを維持するのが精一杯っていうところがねやっぱり人間ですからあると思うんです。でそういう時代を経て、そして、何千人なのか何万人なのかの、ね、前で同じ路地裏の少年を歌った浜田省吾さんのね、気持ちというか、感慨深いものがあったんでしょうね。じゃあですね、これは D ですね、D のハーモニカでいくとあれなんですけど最後の曲で、だいたいどのぐらいやってるんですかね。最後の曲はやっぱり、あなたへ、あなたへ、ああもう一つね忘れてましたね、そうクリスマスなのに、きらめきクリスマスって曲をね、クリスマキラ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 きらめきクリスマス、心のきらめきですよ。この間なんかポでやったんだ。きらめきクリスマスはね、もし初めて聞いてくださる方がいたら歌詞をね聞いてほしいんです。とっても可愛い歌詞なんですよ。笑っちゃいけない。ニカポでじゃあいいのかな。きらめきクリスマスですね。あれちょっとすみません、冒頭から歌詞忘れちゃった。待ち合わせの場所はいつものモニュメント前、あなたの笑顔に会えるまであと5分、今夜はみんなクリスマス楽
しそうね。プレゼント色とりどり、街を行き交う。その時あなたバッグの携帯電話が、あなたの着信を知らせる。今夜は仕事でごめん行けなくなった。そんな言葉を覚悟している私。ねえ君、僕はどこにいると思う？振り返ってごらん、ここにいるよ。いたずら笑いをしてるあなたがいた。私ほっとして膨れて涙顔。あなたはひとつウインク投げた。なんて意地悪なサンタさん。クリスマスのきらめき、リンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめき、リンドンシャララ私へ。さあ君、今夜はどこへエスコートしようか。おいしいワインで乾杯、素敵な焼け芋見よう。いいえ、世界中で一番行きたいところ、もう今私立ってるあなたの隣。どんなに美しい夜景よりも好き、あなたの瞳のきらめき。この世界のすべてあなたの瞳に映るもの、それだけを見つめていたい私。クリスマスのきらめき、リンドンシャララあなたへ。クリスマスのきらめき、リンドンシャララ私へ。 I wish you Merry Christmas, ding dong, let's love and peace. I wish you Merry Christmas, ding dong, sha la la あなたへ。クリスマスのきらめき、ding dong, sha la la あなたへ。クリスマスのきらめき、リンドンシャララ私へ。クリスマスのきらめき、リンドンシャララ二人へ。きらめきクリスマスっていう歌ですね、こういう女の子がいたらいいかなっていう願望のままに産み落とされたクリスマスソングです。さあ最後の曲ですね、あなたへ。いつもあなたへっていう歌をね最後に歌わせていただいてるんですけど、いい歌なんですよ、これもね僕のね、CD、ファーストアルバムって言うとねあれなんですけど、16曲入りのファーストアルバムのね中に入っている代表曲の一つですね、あなたへ。あなたへはね歌詞見なくても歌えるんですよ、ね、歌詞見なくても歌えるのにね今歌詞を開こうとしてるんですね。
あなたへを行きますね。最後の曲です。ね、あのいつものことですけど、最後までね、あの付き合いくださった方、本当にありがとうございます。一人でね、あの気ままにこうやっておしゃべりをして、歌をね歌ってるにもかかわらず、あの本当に聴いてくださってる方、本当に嬉しいです。ありがとうございます。最後の曲、あなたへ。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみと言えることない悲しみの重さは、大切な人を失うたびに知る、後悔やいた穴。痩せた体をいつしか強く温かく、歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい。締め付けられる思いは、小箱の中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま。ねえあなたが寄り添う足元の幸せも悲しみも、いつも支えてくれていたはずだよね。手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、あなたがあなたに生まれた奇跡を今感じてほしい。笑い声も泣き顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから。はい、ありがとうございました。良い週末をお迎えください。あ、
すいません、あのさっきちょっと歌い忘れた、いいですか、なんかこれ最後の曲ですって言っときながらね、松山千春さんのね、さっきあの季節の中で、歌った時に、そうそうそう、あの本当はね、まあ、メドレーっていうわけじゃないんですけど、連続してねちょっと歌おうかなと思ってた、テレビドラマの主題曲で夜更けっていう曲が、ごめんなさい、夜明けっていう曲があるんですよ、多分ワンコーラスしか覚えてないと思うんですけども、それをねちょっとやらせていただこうかなと思います。どれほど目を凝らしたなら明日が見えるのだろう、僕にはわからないけど信じていたい、誰かを責めちゃいけない、もちろん君自身も何かが狂っただけさ、よくあることさ、せめて君の夢が叶うよう僕は歌い続けるこの歌を、窓、小さな窓から見えるこの世界が僕のすべて、空の青さはわかるけど空の広さがわからない、いつか山の向こうから君が手を振りかけてきても、君の姿見えるけど君の僕の心は届かない、この窓を開いて自由になりたい、この腕で思い切り抱きしめて離さない、君だけは誰にも渡したくない、誰にも負けはしない、この愛だけは、はい、ありがとうございました、夜明けと窓という歌ですね、コーラス目がちょっと覚えてなかったんです。これをねさっきね季節の中でに続いて歌おうと思ってたんです。すみません、おやすみなさいと言っておきながらまたこう起こしちゃったというかね、感じでの付き合いさせてしまいまして申し訳ありませんでした。でも本当に、ありがとうございました。最後までお付き合いくださいました、ありがとうございました。すみません、最後に噛んでしまいました。良い週末をお過ごしください。空でした。本当にありがとうございました。おやすみなさい。